プラスワンといえば、今話題の Google プラスと YouTube の統合。このプラスワンという数字、何かマリコがあるみたいですね。と言ってもオカルトではないです。世の中、作品名とかに中途半端な1という数字がついてるもの、多くないですかねあの。多少だったら、まあ、偶然かなと思うんですけど、なんかやたら多いんですよね、プラスワン。まあ、ヤングスタジオ101っていう、あの、 昔の音楽番組ありましてね。なんかすごい懐かしいとか。あと、千一夜物語っていう、それ何なんだって。千一夜物語って日本だとアラビアンナイトっていう名前で知られてますね。あの、あ,のあれ、アラジンと魔法のランプとか、ああいう話が入ってるこの話ですね。まあそれが千一番入ってるのかな。確かあの、をざっくりとやった人の話だと、なんか毎晩王様殺してる、落ちてる。毎晩 その王様が結婚してその結婚相手をぶっ殺してるというそういう背景があってそれじゃいけないと思ってある女性があの話を持ってその王様に使えたそれで毎晩一つ話してそれでじらすように次の話を聞きたいそういうふうに王様を仕向けてまあ千一夜持ったっていう話みたいですねまあその中に魔法のランプアラジンと 不思議なランプって言いますねそういう話とかいろいろある。私、まあ正直全部読んだことないですけど、まあそんなざっくりとした話みたいですね。あと、あのあれです。YouTube であの視聴数が急に伸びると、あの計測不可能な時に301って出るんですよ。301って。全部その1なんですよね。1、1、も1桁が。あれは何だろう 偶然に背負い、あと101匹ワンちゃんってありますね。さっき言ったかな。101匹ワンちゃんもプラス1ですね。そうこれ、ある本読んだら、この魔力が分かったんですよね。この本、オライディのスタティックスハックス、統計上のハックスという意味ですね。これで、これ世の中のこの電話帳ですね。電話帳の この下1桁に現れる数字の統計を取ったら、なんか数字の統計取れば、平すべて同じように分布するだろう。1から9まで分布するだろうって思われそうですけど、実は1が多かったんですよね。1の分布が多くて、それで9に行くに従って少なくなっていく。だから、均等に分布してないんですよ。だから、この1という数字、よく現れやすい。だから、あの、 3 100匹ワンチャンというより1 0匹ワンチャンとしといた方がなんか嘘っぽくない。千物語より千夜物語より千一夜物語の方が嘘っぽくない。あと、YouTube だと300というビュー数で止めとくより301という数字で止めといた方が嘘っぽくない。そういうことみたいなんですよね。だから、細かい数字書くときに、 やっぱり1ってなんか嘘っぽいから避けちゃうんだけど実は1っていう数字が多く現れた方が嘘っぽくなかったんですよね。まあ、これ非常に面白いと思いましたね。数字なんて均等に分布してるだろう。ではそうではなかった。それがプラス1の世界ですね。だからこのタイトルいろいろなタイトル作った人。 その1の魔力を知ってたのかなって思うんですよね。あとグ、Google グのプラスワンという、このプラスワンの偉大な力も知ってたのかな。そんな感じがしますね。まあ、この01、301とか、あの、その01、そういうなんか数字があったら、ちょっと気をつけてみてください。ちなみにあの、あキャノンも01ショップってありましてね。 知るかって言われそうですけど、あと、ダーツとかのゲームで、あの01ゲームってありますよね。あの501とか301とか、なんで01なんだって。まあなんかあったかもしれないですね。あの、ダーツのゲームを設計するときに、あの500にするより、501にしといた方が、あのゲームが簡単に、により簡単になるのか、難しくなるのかわからないですけど、何かバランスが取れる、そういうところがあったかもしれないですね。 あのダーツといえば、その、統計のゲームですからね。あの、ダーツのボードって、あのと、統計によってなんか並べられてるみたいなんですよね。そのゲームを面白くするために。なかこの01という魔力、はい。じっくりちょっと調べてみるの面白いのかなと思いますね。まあ、他にもこのス、スタティスティックスファックス、言えないですね。いろいろ <laughs>、いろいろなこと書いてあります。 この統計上の魔力みたいなこと、あの知識のためにも時間潰しのためにも読める本ですね。ぜひこの本も読んでみてください。